じゃあ土井版と申します。よろしくお願いします。1月にクリスマスソングをしたいかというと、僕ら12月のライブをミスってしまったんです。やっちまったんですね。やっちまった。ちょっと土井が連日連夜のあの夜遊びが元でですね、言わないでください。はい、喉は腫れ、声は熱はで、ね、知恵熱を出しよったんですよ。そうなんです、すいませんって言って、もうほんまにごめんなさいって土下座レベルやったんですけど、はい、それでクリスマスソングができなかったので、はい、まあ、ちょっと1月に、ちょっと1月なんですけど、ちょっと忘れ物をやらせてもらってもいいでしょうか。成仏させていただきます。ちょっとさっきよりもっとしっとりした曲をちょっと聴きください。あのクリスマス Don't Be Late というね、子供があのクリスマスを一年中クリスマスだったらいいなと、で早く来てほしいと楽しみにしている、そんな曲です。Mountain lane, the blues
日できました。ありがとうございます。はい。風船の飛び道具ありがとうございます。はい、じゃあ次はですね、60年代のイギリスの曲を聴いていただきたいと思うんですけれども、60年代イギリスといえばビートルズなんですが、まあビートルズは基本向かうところ敵なしなんですけど、とりあえず敵と言われてたライバルグループがとりあえずいたんです、はい、でもほんまに当時は匹敵するぐらいの人気匹敵ですねらしいですね。これからやる曲が日本では先に言います、ビゴーズという曲なんですけど、日本でもめっちゃ有名なんですが、その他にももっとノリのいい有名曲たくさんあるんです。デーブ・ブラック・ファイブっていうグループなんですけど、はい、めっちゃかっこいいグループなので、はい、ぜひ聴いてください。なんかファンが熱狂しすぎてそう、なんかライブで人気ありすぎてファンが熱狂しすぎてライブハウスの床が抜けたっていう逸話があるんですけど、あ、そう、そうそうそう、うん、言ってました、ヤフーが言ってました、ヤフーが言ってました、ヤフーがね、はい、じゃあ聴いてください、ピコーズ。海外では全然違って、いわゆる流行歌なんです。要するに昔の歌謡曲です、うん、はい、
そのこれからやる曲はどんな曲かと言いますと、あ、はい、手紙を書こうっていう曲なんですけど、あの男の子からのラブレターをずっと待ってる女の子の歌で、もうなんか全然待てと暮らせと来ないと、で郵便局員の人毎日前通ってんの、なんで私の前では止まってくれへんねやと毎日憤ってて、でもう来えへん、どんだけ待っても来えへんわってなって、最終的にそうやったら私が私宛に書くわって言って、自分で自分宛のラブレターを書いて、手紙の最後にキスをして自分宛に出すっていう、ちょっと悲しい、はい、まあ、切ない、自作自演するという、はい、なかなかやってるなっていう感じのやってる曲なんですけど、曲はめっちゃ明るい、楽しい、あのアップテンポの曲なので、今日数少ないアップテンポです。よかったらここで飲むしかないので、はい、皆さんあのよろしかったら手拍子でパーカッションをお願いします。普段というか年に数回ちょろちょろ歌ってるんですけど、この曲は次の曲は次の曲は古い曲ですね。はい、ちょっと喋ってください。ビア飲みます。次の曲ね、Something Stupid っていう曲なんですけど、フランク・シナトラと確か娘かな、ナンシー・シナトラとデュエットした曲だったと思うんですが、めっちゃ娘かわいいんですよね、はい、超セクシーで、あの若干親父のあのね、ちょっとえぐみのある顔ではあるんですけど、虎のような顔も入ってるけど、えぐみはついてるんですけど、めっちゃ綺麗、えぐみのついてかわいい顔ちゃんと仕上がって、はい、PV とかめっちゃあざとですから、ね、めっちゃかわいいですよ、見てください。
ください。 Something Stupid。Tonight You Belong To Me という曲で、これも放題なんて言うんですけど、めっちゃダッサい放題ついてたんですよ。いちごの片思い、いちごの片思い、そんな曲昔の放題って大概ダサいじゃないですか、はい、私は Tonight You Belong To Me って素直に言ったらいいのにってめっちゃ思うんですけど、はい、まあ、でもすごいなんかいい曲で、これも失恋ソング、失恋ソングなんですけど、あのめっちゃ大好きな彼、私はまだめっちゃ彼のこと好きなんですよ。めっちゃ大好きな彼がもう今は一緒にいるけれども、今夜はでも明日になったらもう違う誰かの元へ行ってしまうことがもう分かってるんですよ。明らかにこいつ明日になったらどっか行くんやろなって分かってる。でも今夜は私のものでいてねっていう Tonight You Belong To Me という曲です。Tonight
漫画から見ました。ステージの上で漫画から見ました。よくないですね。はい、すいません、どういう粗相を。あ、次の曲、最後の曲やね、次。最後です。ありがとうございます。温かです。皆さんのその温かい声援、甘やかしが僕ら の, あの元気の源なので、いっぱい甘やかしてください。はい、はい、じゃあしっとりしっとりが続きましたね。最後はしっとりじゃなく、終わりたいと思います。これも放題がついてるんですけどね、何やったかな。ちょっと存じ上げない。存じ上げないね。ああ、忘れた。I'm gonna knock on your door って言うんです。あー、何やったっけ。恋のそう、恋の恋のなんとかって言うんですよ。でも恋のなんとかってこの世に無限にありますよね。なんかこの恋のそうなんとかって言うんですよ。お誘いとか売り込みみたいな、そんな売り込み、売り込みです。売り込み、そんなダサい。まさかのファインプレーです、バンビさん。ああ正解です。いや、俺もデッドボールと思ってんけど。売り込みです。そんな恥ずかしいタイトルで合ってましたか。そう、これどういう曲かと言いますと、はい、男の子が女の子の家に僕とデートしようよって誘いに行くという歌なんですけど、 そこでそうそう、もうあのドアバンバンと叩いたりノックするんです。そう、家の呼び鈴鳴らしたり、はい、でドアを叩く、そう、窓とかバンバンって叩くような、起きて起きてよ、まだ寝るには早いぞっつって、まあ、今ってストーカーかもしれないですけど、今だったらちょっとちょっと迷惑上司死亡で、はい、今はちょっとコンプライアンス厳しくなってるんで、はい、ちょっとダメですよ、あれなんですけど、はい、そういう女の子をデートに誘いに行く、はい、楽しい曲です。バンバンと、はい、知らなくても
始まれば皆さん分かる曲です。はい、よかったら一緒にファンファンファンでもいいんで一緒に歌ってください。